京都府京都市北東部に位置する。1929年に上京区から分布して成立。京都市の東北部を占め、区域は南北に長い。東は滋賀県大津市に接し、南は三条通りを挟んで、東山区、山品区に、北は南丹市、滋賀県高島市に接している。この他隣接はしていないものの、 区の最北端部と福井県大井郡大井町は5キロメートル程度しか離れていない。区南部には川端通東大寺通り、白川通などの通りが南北に走っている。区南部は住宅地や文京地区になっている一方、区北部は市街化調整区域に指定され、山間地で林業が盛んである。有名な寺社としては東山寺正寺、南禅寺。 下鴨神社、平安神宮がある。また北部には、倉間寺、木船神社、三千院、岩倉ともみゆう平屋と、修学院離宮などがある。またかつては、八瀬大原から、お原目と呼ばれる三三寄りの女性が行商に来ることも、あった。また、北白川には、花の行商を制御とする、白川女が存在していたが、現在は存続していない模様である。 他に、北白川の山間部には、白川伊佐子という特産品もある。左京とは、天皇の在所すなわち御所から見て、左側のい。天皇は南面して、皇御座に座っていたので左は東になる。そのため北を上にした、現代の地図上では右にありながら、左京と呼ばれる。本来左京といえば、平安系のうちの東側のことであったが、 京都市の行政区として生まれた左京区は、鴨川左岸の落湯地域にあたる。現在はその後の市町村の統廃後により、さらに外苑の旧アタゴ群部を中心としたかなり大きなものとなっている。河川地域区分左京区基本計画などでは、区全体を北部、中部北、中部南、南部の四地区に区分している。北部地区は北山の農山村である。 中部北地区は京都盆地の北に点在する小盆地の集合である。中部南地区は京都盆地の北東角にあたり、かつては近郊の路村だったが、近代以降は住宅地化している。南部地区は鴨川の東岸であり、古くから京都中心部と密接な関わりを持つ地域である。より細かい地域区分としては元学区に基づくものがある。 国政統計区もほぼ元学区に基づいている。また、南部の一部を除いて、京都市に合併する以前の旧村名、あざななどが、交渉町名の一部として残っており、これに基づいて区分されることもある。これらの区分を比較すると、以下のようになる。役所庁舎旧庁舎は1931年建設で、 吉田中和たち町一番地に所在していたが、老朽化に加えて手狭となったことから、2011年5月22日に、旧京都管理保健会館跡地となる現在地へ移転となった。その際に別に立地していた左京区保健センターも、新庁舎に入居している。なお、旧庁舎の跡地は、京都大学の東一条館となっている。 商業電力ガス上下水道電信作業区は京都における北陸への玄関である。古来よりサバ街道と呼ばれる海産物の運送ルートが何本も走っていた。現在でも国道367号線は京都と福井を結ぶ幹線道路である。鉄道網としては1989年10月5日の京阪大島線開業により区内のほぼ全体から 大阪方面へのアクセスが格段に良くなったほか、1997年6月3日には、京都市営地下鉄、カラスマ線国際会館駅が、延伸開業し、主に、岩倉、松ヶ崎地区から、京都駅をはじめ市内中心部、及び近鉄京都線沿線へ結ばれるようになった。鉄道路線地下鉄路線バス区内のバス路線網は、京都市営バス、または、 京都バスが主に担当している。国道不動区田地区の児童、生徒は2000年度より区域外就学生として、滋賀県大津市にある、大津市立く塚川小学校、大津市立く塚川中学校に通学している。祭事、ありがとうございます。